この俺をお前たちにできるとでも。影縛りの術ダメだ。いつも教師を悩ます問題児、ここで排除する。どこ行くの？今の先生はマジで俺たちをやる気だ。おい、逃げ切れたんじゃねえのか？おい、油断すんじゃ。けどよ、さっきから姿が全然見えねえし。何してんだ？あ、水を下げて期待外れかも。少し焚きつけてみるから。先生を殺すしかないんじゃない？あれだってばさ。ま、待てボルト。殺す殺さないはともかく、やり方次第みんなを助けるためだ。ボルト、みんなを？となったら次元よ。みんなってのは死の先生と、それに美月、お前もだ。誰も死なせねえぜ。おしまいにするだけだってばさ。ここで先生をぶっ倒す。買い殺された。また同じで。この距離なら逃がさねえ。どうした転校生、こいつらを助けないのか？殺す以外に止める方法はないと思ってたけど、こういう戦い方もあるんだ。あれ、ボルト、まったくカッコつけてんじゃねえよ。ここで諦めては二人が先生、こいつ女性ボルト、シロ先生やつだぜ。ああ、シノが冷静なまま襲いかかっていたらボルトたち、ありがとうな、シロ。いつもあいつらの面倒を見てくれて。俺たちの里でほっとけねえ事態が進行してくれるか、シロ。もちろんです、七代目。